山先生ですねこちら勝山先生は、えー、政治経済の先生でしてあの勝、ー、山先生もすごいですまずセンター試験ね勝、あのー、山先生政経、まあ、って満点取るのもう無理みたいな感じで言われてるじゃないですかきついんですよだけど現役時満点を叩き出したっていう人ですねでまあそのずっとね、あのー、教えあ大学に入った後も 政治経済研究してて、政治経済講師として、まあ教え子みんなね、9割超えの人をたくさん大量排出して、で、本人はその政治経済の最高偏差値が86っていう、いや、なんか、数学とか、数学で偏差値86はわかるんですよ。あるいは、まあ、東大模試とか難しい模試でみんなができない中、できる時に、あの、偏差値86とかはまだわかるんですよね。 僕自身も、まあ、取ったことは何回もあるので。ただ、政治経済という科目において偏差値86って取れるんだっていう、そういうね、感じです。はい。びっくりしました。